皆さん、こんにちは。今回は落語界に激震を走らせた出来事、林家三平さんの笑点卒業について、その真相と影響を徹底解剖していきます。2021年12月19日、落語ファンのみならず多くの視聴者を驚かせたニュースが飛び込んできました。人気番組笑点のレギュラーメンバーである林家三平さんが番組を卒業するという衝撃の発表です。この決定の裏にはどんなドラマが隠されているのでしょうか。まずこの卒業劇の真相に迫ってみましょう。業界内ではこれが事実上のクビだったのではないかという見方が強いようです。その根拠となっているのが三平さん自身の言葉です。私二代三平は今年をもって一旦笑点を離れその気持ちを決意いたしましたと語る三平さんですが、続けてしかしこの5年半一度も座布団10枚を取ったことがありませんと自身のパフォーマンスに対する厳しい自己評価を明かしています。さらに興味深いのは世の中から厳しいお声もいただきましたし、三平はつまらないって意見もありましたという告白です。これは視聴者からの厳しい評価がこの決断に大きく影響していたことを示唆しています。実際笑点のデータ放送で行われる視聴者投票において三平さんへの投票がゼロになることがあったという衝撃的な事実も明らかになっています。これが恒例のネタだったとしても世間の厳しい評価を如実に表していると言えるでしょう。しかしこの状況を単純に三平さんの才能不足と片付けるのは早計です。むしろ三平さんを取り巻く環境や彼が背負ってきた重圧に目を向ける必要があります。三平さんは落語界の大スター、初代林家三平の息子として生まれました。その名を継ぐことは想像を絶する重圧だったはずです。 X での投稿を見ると三平さんが父親を深く尊敬していたことがわかります。この尊敬する父親に恥じないようにという思いが逆に彼を縛っていたのかもしれません。さらに2016年5月の笑点レギュラー就任時の状況も三平さんにとっては大きなプレッシャーだったでしょう。45歳という歴代最年少での加入、大先輩春風亭昇太さんとの交代、さらには終身名誉司会者だった故桂歌丸さんの席を引き継ぐという重責、これらの要因が三平さんの肩に重くのしかかっていたと考えられます。ハイカラビデオ。ある専門家は三平さんの降板について次のように分析しています。おそらくメンタル面で大変だったのだと思います。笑点でのキャラクターはご本人の日常や講座の姿とは必ずしも一致しない。番組でのキャラクターを確立して演じ続けなければならないから、そうした部分がしんどくなっていたんじゃないですか。この分析は三平さんが直面していた困難を鋭く指摘しています。笑点という国民的番組で求められるキャラクターと自身の本来の芸風との間で苦悩していた三平さんの姿が浮かび上がってきます。ここで三平さんの笑点加入の経緯にも触れておく必要があるでしょう。ある演芸評論家はこの人事を情実人事と評しています。日テレ上層部とつながりが深い母親の海老中代子さんが頼み込んだとしか考えられないという厳しい見方もあるのです。こうした背景が三平さんへの批判をさらに強めた可能性も否定できません。さてこの笑点卒業が三平さんに与える影響は金銭面でも大きいようです。笑点レギュラーの年収は推定で3000万円以上と言われており、三平さんもその恩恵を受けていたと考えられます。しかしそれだけではありません。笑点出演による知名度アップは独演会のチケット販売や CM、 バラエティ番組、ドラマ、映画への出演機会など副次的な収入源をも生み出します。専門家の試算によれば笑点レギュラーの年収は最低でも5000万円以上、場合によっては3億円を超えるケースもあるといいます。つまり今回の卒業により三平さんは年間3500万円以上の収入を失う可能性があるのです。今後は講座やイベントが主な収入源となりますが、残念ながら三平さんの人気は必ずしも高くないと言われています。この状況が続けば実家に頼らざるを得なくなる可能性すら指摘されているのです。さらに懸念されるのが
家庭への影響です。妻で女優の国分幸子さんとの関係もこの一連の騒動で冷え切っているという噂があります。2011年にスピード婚で結ばれた2人ですが、結婚10周年を迎えた2021年10月の商店で三平さんは10年間ありがとう、これからもよろしくって言ったら、私頑張ってきたよねって全部過去形だったんですと明かし、視聴者に不安を感じさせました。2016年に誕生した息子修之介くんもまだ小さく、家計の急激な変化は家族にとって大きな試練となるでしょう。国分さんにとっても夫の突然の収入減は大きな不安要素となっているはずです。ここで三平さんと国分さんの馴れ初めについても触れておきましょう。2人は2011年1月17日に放送された水戸黄門第42部の第13話で共演し、これがきっかけで交際をスタートさせました。交際当時、三平さんはかなり積極的に国分さんにアタックしたようです。そんな一途な三平さんにほだされて交際がスタートし、わずか6日でプロポーズをしたという、まさにスピード婚でした。ハイカラビデオ。そして2016年11月24日、第一子が誕生します。男の子で名前は修之介くん。この名前はなんと商店で公募したものです。三平さんは11月、東京では珍しく雪の降る日でした。ヒイラギという字がついた名前が皆さんからの公募の中に14件あり、このヒイラギにピンときたんですと語り、私の名前海老名大輔の助の字を取って修介、さらに夫婦で話し合って間にのという字を入れ、修之介とさせていただきましたと命名の経緯を商店で明かしています。このエピソードからも商店が三平さんの人生にとっていかに重要な存在だったかがうかがえます。だからこそ今回の卒業は三平さんにとって大きな転機となるのです。しかしこの危機を三平さんの再起のチャンスと捉えることもできるのではないでしょうか。三平さんは卒業の際、自分のスキルを上げて、また座布団10枚を獲得するためにも勉強し直してまいります。体を鍛え、心を鍛え、芸の幅を広げて、いろんな経験をして戻ってまいりますと決意を語っています。確かに芸の道は厳しく、センスは生まれ持ったものに大きく左右されます。しかし努力と経験によって磨くことができるのも事実です。三平さんの言葉には、自身の弱点を直視し、それを克服しようとする強い意志が感じられます。林家一門という恵まれた環境に生まれ、子林家三平の息子という肩書きがどこかで三平さんの成長を妨げていたのかもしれません。しかし今回の挫折を経て、真の意味で二代目林家三平として成長する機会を得たとも言えるでしょう。今三平さんは正念場を迎えています。商店という大舞台を離れ、基礎から自身の芸を見つめ直す、そして新たな経験を積み、より魅力的な講座を作り上げていく、この過程は決して容易ではありませんが、ここを乗り越えてこそ真の落語家として再び輝くチャンスが訪れるのではないでしょうか。私たち視聴者にできることは、三平さんの再起を温かく見守り応援することです。彼が再び商店の舞台に立つ日、きっと新たな魅力を携えて戻ってくるはずです。その日を心待ちにしながら、三平さんの今後の動向に注目していきましょう。この話題について皆さんはどのようにお考えですか？三平さんの再起に期待しますか？それとも商店は新しいメンバーで盛り上がっていくべきだと思いますか？また落語や商店に関する話題、あるいは他の芸能ニュースで掘り下げてほしいテーマがありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。皆さんのリクエストを参考に今後の動画テーマを決めていきたいと思います。この動画を最後までご覧いただきありがとうございました。もし内容が良かったと思っていただけたなら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。